実際のドールハウスを写した写真、メアリー王妃のドールハウスは、1920年代初頭に制作され、1924年に完成したドールハウスである。当時の英国王ジョージ5世の王妃、メアリー・オブ・テックへ送られた。ドールハウスを建てるというアイデアは、もともとメアリー王妃のいとこであるメアリー・ルイーズ・オブ・シュレス・ウィグホルスタインが出したものだった。彼女はこの話を、 1921年のロイヤルアカデミー・オブ・アーツ書記展覧会の席で当時一流の建築家として名の知られていたエドウィン・ラッチェンスに相談した。ラッチェンスはこの案に同意し、ドールハウスの建築準備に取り掛かった。メアリー・ルイーズ王女は芸術界に多数のつながりを持っており、ドールハウス制作に才能を発揮してもらえるよう、当時として最高の芸術家。 職人たちを呼び寄せた。結果としてこのドールハウスは実際に動かすことのできるミニチュア道具の驚くべきコレクションとなった。ショットガンは実際に断層を外して銃弾の装填ができ、モノグラムの刺繍された理念が用意されているほか、電気が通っていてエレベーターも設置され、ガレージには実際に走らせることのできるミニカーが何台も入っている。 中には細い水道管が通され、実際に水を流すことができる。ドロシー・ロジャーズのカーペットも使われている。このように内部には、当時としてもとも素晴らしく、近代的な道具がいくつも収められている。ドールハウスは、国民からメアリー王妃への贈り物として作られ、この時代のイングランドにおけるイギリス王室の生活ぶりを示す、歴史的資料となった。 ドールハウスは完成後に観覧料をメアリー王妃のチャリティ資金に回す形で公開展示された。最初の公開は1924年から翌1925年にかけて行われた大英帝国博覧会で行われ160万人以上が観覧に訪れた。現在ではウィンザー城で展示されミニチュアの家や家具。 カーペットに興味を抱く人向けの観光名所となっている。ドールハウスは1、12スケールで作られ、3フィートを言うに超える大きさのハウスに当時名声を博していた人物の作品がいくつも収められた。ドールハウス内部や収蔵物の細かい装飾は注目に値するもので、ほとんどがウィンザー城にある物品の精巧な1、12スケールレプリカである。装飾品には、 協力者自ら制作したものと、ノーサンプトンのトイニングモデルズなどのプロの模型制作者が作ったものの両方がある。カーペットやカーテン、家具は全て本物をもとに作られたもので、明かりは実際に点灯させることができる。トイレにはきちんとした配管がなされ、実際に水を流せるほか、ミニチュアのトイレットペーパーも据えられている。加えて、当時の人気作家が、 ドールハウスの図書室に収めるために寄稿し、それらの作品は、サンゴルスキサトクリフによって、豆本として製本された。アーサー・コナン・ドイルは、短編、ワトスンの推理法修行を寄稿し、幽霊物語を書いていた。M.R. ジェームズは、ザ・ホーオン・テッド・ドールズ・ハウス、A.A. ミルンは、ベスパーズと名打たれた作品を送っている。他にも、ジェーム・バリー、トーマス・ハーディ、 ラドヤード・キップリング、サマセット・モームなどが寄稿している。ドールハウスに収められた作品は、1924年に EV ・ルーカスによって編集され、王妃のドールハウスの図書室の本として出版されている。一方で、ジョージ・バーナード賞は小編を寄せて欲しいという王女の依頼を拒んでいるほか、エドワード・エルガーも計画への参加を拒否している。シーグフリード・サッソンは、 1922年6月6日にエルガーがレディモードをオレンダーに語ったこととして以下を記録している。エリ・マースデン・ウィルソンなどの画家たちも同様にミニチュアの絵画を提供した。ワインセラーの瓶にまで本物のワインやスピリッツが詰められ自動車の車輪にも正しくスポークが取り付けられている。メアリー王妃の出費はドールハウス用に ミニチュアのカーペットを作ったドロシー・ロジャーズなど一流の家具も軽視に関心を向けることにつながった。高画質の写真でインテリアを見ても、それが実際にミニチュア家具のコレクションだとは判別しがたい。ドールハウスには大きな引き出しが建物本体の下側から引き出された時にしか見えない隠れた庭がある。 庭には、レプリカの木々や、庭仕事道具があり、英国の伝統的な造園を体現している。ありがとうございます。